悪いな。お前、子供できないし、それに交通事故でしばらく不妊治療もできなかったじゃん。はっきり言って、もう用なしなんだよね。若い彼女ができて妊娠したからさ、俺、桃子と結婚するわ。あっさり言ってのける智也を、私は呆然と見つめる。ヘラヘラ笑うその顔は、あまりにも醜悪だ。そんな中、義母が平然と恐ろしいことを口にした。跡継ぎできたからあんたは不要。続いて桃香も吐き捨てる。早く離婚してください。彼らの投げつけるひどい言葉を浴びながら、私はゆっくりと口を開いた。離婚はできないよ。だってその言葉を伝えると、友也は青ざめる。忘れてないよね、結婚した時あなたとした約束。目に見えて震え出す友也。思い通りなんてさせやしない。全員まとめて地獄に叩き落としてやる。私は握りしめた拳に力を込めた。私の名前は田島志保、37歳の会社員だ。5歳年下の夫智也と2人で暮らしている。住んでいるのは駅から近い賃貸マンション。何の問題もない穏やかな毎日を送っている。そう言いたいところだが、一つだけ問題があった。それは子供のことだ。結婚して5年経つが、私たち夫婦には子供がまだいない。赤ちゃんは授かり物というし、妊娠しなかったとしてもそれはそれで仕方ない。私はそう思っていたのだが、智也と義母は違っていた。義両親は建築関係の会社を経営しており、後継ぎを期待しているのだ。もちろん智也も新卒の時からそこで働いていて、いずれは社長になる。そしてゆくゆくは智也の子供も後を継いでと義両親は考えていた。そのため義母の私を見る目は鋭かった。智也より5歳年上の私の年齢を不安視していたのである。子供のことはやがて田島家の大きな問題となっていった。そしてこれが元で恐ろしい事態を引き起こすことになったのだ。じゃあ行ってくるね。ああ、わかった。しっかり頼むぞ。家から出ると私は病院に向かって歩き出す。今不妊治療をしているのだ。自然に妊娠しなかったため年齢を考え病院に通うことにした。まず試したのはタイミング法だ。しかしうまくはいかなかった。次に人工授精をすることになり、そして今は体外受精に進んでいる。排卵誘発剤を注射するため私は頻繁に病院に通っていた。正直言ってここまで大変だとは思わなかった。だが治療をやめるという選択肢はない。子供とサッカーをやりたいと目を輝かせて話す友や、そして将来の後継ぎのため私の治療状況をこと細かく確認してくる義母。二人からの圧を感じ、何が何でも妊娠しなくてはと思い込んでいたのだ。そんな毎日を送っていたある日のことだった。ついに私は妊娠する。やったな志保。よくやったわね、志保さん。早速、ベビー用品の用意をしておくわ。二人の盛り上がりはすごかった。片っ端から親戚や友人に電話しまくり、お祭り騒ぎ。挙句の果てには、子供の教育方針について熱く語り合っていたほどだ。ねえ、まだ安定期に入ってないんだから、もう少し落ち着いてからにしたら、私の言葉も二人の耳には届いていない。子供の名前は何にしようなどと話し合っている。私はなんだか
自分だけが置いてけぼりにされているような、そんな心もとない気分になってしまった。数週間後、事態は一変することになる。残念ですが、今回は流産のようですね。え？突然の腹痛に不安を覚えた私、急いで病院に行くと、あっさり医者に告げられてしまった。驚いた私は、ショックで固まることしかできなかった。そのまま、すぐに処置が施される。大した時間はかからず、私は赤ちゃんを失ってしまった。病院を出てしばらくすると、喪失感がじわじわと湧き上がる。同時に、智也と義母の顔が頭に浮かぶ。二人に何て言ったらいいのか。悩んだが、黙っているわけにもいかない。おかえり、どうだった？帰ってくるなり、明るく話しかけてくる智也。勇気を振り絞って、私は口を開いた。実はね、流産しちゃったんだ。え？智也は、怪訝そうな顔をする。慰めてくれるんじゃないかと、私は一瞬期待した。だが、智也の口から出た言葉は、真逆だった。なんでだよ！楽しみにしてたのに！智也の暴言に、思わず私は耳を疑う。呆然とする私には目もくれず、早速スマホで電話をかけ始めた。ああ、母さん！志保が流産したってよ！そうそう、マジだって、信じられないよな！絶句していると、しばらくして義母が家にやってきたのだ。志保さん？流産したって本当なの？何か体に悪いことでもしてたんじゃないの？正直に言いなさい！そんなことしてないです。原因がなくても流産することがあるって、お医者さんが言ってました。あまりの義母の剣幕に、私は怯えながら話す。だが、義母は気に食わなさそうに鼻を鳴らした。ふん、どうだか。私が智也を妊娠した時はね、朝から晩まで赤ちゃんのことを考えて、それはもう気をつけて生活したのよ。だから無事に出産できたの。あなたが流産したってことは、子供のことをちゃんと考えなかったってことでしょ？そうに違いないわ。そんな。ひどい言いように、私は言葉を失う。私だって赤ちゃんのことを考えて生活していた。無理な運動をしたり、暴飲暴食をしたり、そんなことは当然していない。それなのに流産してしまったのだ。仕方のないことなのに。いくら訴えても智也と義母は受け入れてくれなかった。それからは地獄だった。目に見えて二人が冷たくなったのだ。ああ、次、妊娠するのはいつになることやら。智也はこんな、当てつけのような愚痴をこぼすことが増えたし、義母は義母で、しょっちゅう家にやってきては嫌味を言う。智也のいとこはね、もう三人目ですって。こっちは一人も産めないのにね。はあ、やっぱり若いお嫁さんがいいのかしら。当初は私もいちいち言い返していたが、何を言っても無駄だと悟ってからは、言葉を発することもなくなった。二人はすっかり私を悪者にして盛り上がっている。心が重い日々が続いた。病院、行ってきます。次は絶対成功させろよ！ったく、早く母さんに孫の顔見せてやりたいんだから、流産とかマジで勘弁してくれよな！これ見よがしにため息をつく智也。それから数ヶ月経ったが、事態は変わっていない。あれ以来、智也と義母の嫌味はチクチクと私の胸に刺さっていく。何度も責められるせいで、すっかり私はマイナス思考になってしまっていた。私のせいで流産しちゃったのかな。そんなことをぼんやり考えながら、いつものように病院への道を歩いていた。その時、突然、ものすごい轟音が鳴り響いた。え？顔を上げた瞬間、体中に衝撃を受ける。その後私はすぐに意識を失ってしまった。次に目を覚ました時、
そこは見覚えのない場所だった。あ、気がつきましたか？ここは、体中が痛くて動かせない。ぼんやりしていると白衣の人物がやってきて説明してくれた。どうやら私は病院に行く途中に脇見運転の車にはねられてしまったようだ。大きな事故で私の他にも歩道を歩いていた人が何人か巻き込まれたとのこと。中でも私の怪我が一番ひどかったらしい。3日間昏睡状態だったと医者から聞かされた時は驚いた。幸か不幸か、衝撃を受けてからの私の記憶は曖昧だ。見舞いに来ていた両親が目を潤ませて心配したんだよと何度も言うので、それほどひどいありさまだったのだろう。さまざまな検査を受けたところ、幸い命に関わるような重大な怪我はなかった。だが医者が言うには、リハビリをしないと体を元のようには動かせないとのことだ。結局リハビリが長引いたせいもあり、半年間も入院することになってしまった。最初は事故のショックで気が動転していた私だが、しばらくすると徐々に落ち着きを取り戻していた。そこで気になったのが智也のことだ。智也は一度もお見舞いに来ていない。幸い実母が来て面倒を見てくれたのだが、自分の夫が姿を見せないなんてどう考えてもおかしかった。事故の報告をした時も、はぁ、大変だな、じゃあリハビリ頑張って、とあっけなく言われて、それで終わり。いくら流産の件で不仲になっていたとはいえ、こんな大事故にあったのに見舞いにさえ来ないなんて。私の存在は智也にとって一体何なのだろう。そんな虚しさを抱えていた頃だった。あの、すみません、もしかしてこの前隣町で起こった事故で怪我をされた方ですか？あ、はい。リハビリ室にいると男性に声をかけられたのだ。年は私より少し上だろうか、杖をついていた。私もあの事故に巻き込まれたんです。ついてないですよね、ただ道を歩いていただけなのに。体の方は大丈夫ですか？男性が心配そうに私を見る。そういえば医者が言っていた、大きな事故で何人かが巻き込まれたと。その一人がこの男性のようだった。私は警戒を解き笑顔で答える。はい、おかげさまで。リハビリを頑張ったらもう少し動くようになるって言われてるので、今必死になっているところです。私もですよ、お互い頑張りましょうね。私たちはその後少しだけお互いの話をした。彼の名前は関根翔さん。私より5歳年上の42歳で、私が入院している部屋の向かいの部屋に彼もまた入院中とのことだった。関根さんは数年前に奥さんが急逝し、今は独り身だそうだ。誰も面倒を見てくれる人がいないから、一人でいろいろやらないといけなくてね。それに仕事も休んでしまってるから早く復帰しないと。笑顔で話す関根さんはとても優しい人だった。たびたびリハビリ室で顔を合わせるのだが、いつも私の体を気遣ってくれる。そして落ち込みがちだった私を励ましてくれた。私が少しでも明るくなれたのは関根さんのおかげと言っても過言ではないだろう。やがて関根さんは杖をつかなくなっていた。もともと怪我の具合が私より軽かったため、回復も早かったのだ。もうそろそろ退院も近いだろう。私はそのことを少しだけ寂しく思った。そんなある日のことだった。智也さん、顔を見せないわね。病室に来ていた母が何気なくつぶやく。仕事が忙しいんだって。母の顔を見ないで私は適当に答えた。実は何回か智也にメールや電話をしている。だが決まって無視されるか
簡単な返事が返ってくるだけだ。病院に来るという話は一度も出ていない。確かに流産の件で冷戦状態になっていたのは事実だが、だからといって一回も顔を見せないというのはあまりに変だ。妻が事故に遭い3日間も意識不明だったというのに、いくらなんでも薄情すぎる。完全に気持ちが離れてしまったのだろうか。当然不妊治療もストップしている。焦る気持ちはあったが、その一方で疑問にも思い始めていた。私は本当に子供が欲しいのだろうか。子供ができれば友也や義母が喜んでくれるはず、そう思っていたが、私自身の気持ちが置いてけぼりになっている気がするのだ。このまま治療を再開していいのだろうか。そんな迷いを抱えるうちに月日は流れていく。そして数週間後、私より先に退院することになった関根さんが病室に挨拶に来てくれた。退院おめでとうございます。ありがとうございます。田島さんももうすぐ退院できますよ。順調に回復してますから。そういう関根さんはなんだか名残惜しそうだ。しばらく私たちの間に沈黙が訪れる。何か言いたそうな顔をする関根さん。やがて意を決したように口を開いた。実はこんなことを言ってもいいのか迷ったのですが、でもお伝えした方がいいのではないかと思いまして。え？どうしたんですか？聞き返す私と関根さんの目が合う。関根さんは真剣な顔をしていた。そして彼の口からとんでもない事実が明かされたのである。数週間後、私の体は順調に回復した。退院の許可がおり、あとは週1回の通院で大丈夫とのことだ。幸い後遺症もほとんど残っていない。安心した気持ちもあるが、今私の頭の中は関根さんから聞いた事実のことでいっぱいだった。大丈夫？うん。私のことを案じた母はマンションまで付き添うと言って聞かなかった。体のこともあるが、何より関根さんから聞いた話のせいだろう。それを母にも話したことで、より一層心配をかける形になってしまったのだ。申し訳なく思うが、これ以上ごまかしておくことはできなかった。今後の話し合いにより、私の運命は大きく変わってしまうのだから。私と母はタクシーに乗り、マンションの前で降りた。半年ぶりの我が家だ。家のドアを開けると、玄関に何やら見慣れない靴が2足ある。一つは義母の靴だろう。だが、もう一つの真っ赤で派手なサンダルは誰のものかわからなかった。もしかしたら。嫌な予感がしてリビングの扉を開けた。ただいま。すると、友や義母、そして若い女性が談笑している。あ、帰ったか。私に気づいた智也がこっちを見て笑った。義母と若い女性も私を一別する。ふとリビングを見ると、隅に私の荷物がまとめて置いてあった。これって。私がつぶやくと、智也が軽い調子で答える。ああ、それお前の荷物まとめておいたんだ。帰ってきたところ悪いんだけど、もう出て行ってくれないか。は？ごめんな、俺彼女との間に子供ができたんだわ。友也はそう言って隣にいる若い女性のことを見つめた。女性は勝ち誇った顔で挨拶する。はじめまして、水島桃香です。そして自分のお腹を愛おしそうに撫でた。呆然とする私、そして母。悪いな、お前子供できないし、それに交通事故でしばらく不妊治療できなかったじゃん。はっきり言ってもう用なしなんだよね。若い彼女ができて妊娠したからさ、俺
桃花と結婚するわ。あっさりと言ってのける智也を私は呆然と見つめる。ヘラヘラと笑うその顔はあまりにも醜悪だ。母はあまりの出来事に口をパクパクとさせていた。義母が平然と恐ろしいことを口にする。跡継ぎできたからあんたは不要。続いて桃花も吐き捨てた。早く離婚してください。この状況にたまらず声を上げたのは母だった。あなたたち一体。慌てる母を私は手で制する。友也に愛人がいることはすでに知っていた。だが落ち着いてから二人で話をしようと思ったのに、まさかその愛人を家に連れ込んでいるとは思わなかったのだ。そこまで人としてありえないことをする人間だったのかと私はショックを受けていた。ゆっくりと口を開く。離婚はできないよ。だって私は一旦言葉を切った。だってあの約束があるからね。友也は怪訝な顔をする。は？忘れたの？結婚した時あなたと約束したよね。するとやっと思い出したのか、友也の顔はみるみる青ざめていく。それは今出すなよ。っていうかもう今更約束とか関係ないんだよ。もう離婚届は用意した。こっちで勝手に提出させてもらうからな。友也は離婚届をひらひらと見せびらかした。そこには友也の欄となぜか私の欄まで書き込んであった。誰かが勝手に代筆でもしたのだろうか。だが私はひるまなかった。そんな勝手なことはできないわよ。離婚不受理届を出しておいたからね。え？友也が間の抜けたような顔をする。あんたたちの企みはすべてわかってるのよ。私の入院中にこそこそ女を作ってたことなんてお見通しなんだからね。それにこんなこともあろうかと離婚不受理届を先に役所に出しておいたわ。こうすると勝手に離婚届を出されても受理されないのよ。知らなかったの？それはすべてとある弁護士に教わったことだ。その弁護士とは関根さんだった。関根さんは退院する日話してくれたのだ。実は入院中私がリハビリで病室に不在の時があった。そんな時友也と義母が私の病室を訪れていたという。偶然そこに同じく私の元を訪ねていた関根さんも居合わせた。関根さんはすぐに帰ろうとしたが、友也と義母が不審な会話をしていたのを聞いてしまう。あれ？志保いないのか？そうね、じゃあ意味ないわ。帰りましょうか。あたりをキョロキョロと見回していた二人はひそひそと話していたという。せっかく離婚の話を切り出そうと思ったのにな。あの高齢の不妊女より友也にぴったりの若い女性ができたし、いいタイミングよね。笑いながら言う義母に友也もうなずく。そうそう、桃花が妊娠したし、こうなったら志保はお払い箱だからな。とっとと出て行ってほしいわ。退院するタイミングで追い出しましょう。家にある志保さんの荷物もこちらでまとめておいたらいいわ。そうだな、そうすればすぐ出ていけるな。俺たちって優しいわ。その恐ろしい会話を聞いていた関根さんはショックを受けた。私に話すべきか相当悩んだという。だが何も知らずに帰宅した私が衝撃を受けるよりはと先に話すことを決意してくれたのだ。こんなこと聞きたくなかったですよね。すみません。関根さんは何度も謝っていた。私は気にしないでくださいと言って関根さんをなだめる。ショックは受けたが不思議と腑に落ちたところがあったのだ。だから友也は一度も見舞いに来なかったのか。あの人たちの中で私のことはすでに見切りをつけていたのだろう。だったら私も気にすることはない。
くよくよと不妊治療や友也と義母の嫌味に悩んでいた時が嘘のように心がすっきりしていた。しかし関根さんはいつまでも心苦しそうだった。そして懐から一枚の名刺を取り出したのだ。私の連絡先です。何かあったらここに相談してください。そこに記載されていたのは弁護士事務所の番号。事務所の名前は関根弁護士事務所と記載されている。そう、関根さんは弁護士だったのだ。その後、私は事の顛末を母に相談した。何も知らなかった母、信じられないといった顔で呆然としていた。友也さんがそんな。ショックだよね。でも私、心のどこかで他に女性がいるんじゃないかって思ってた。やっぱり結婚してるのに一度もお見舞いに来ないなんておかしいもの。最近の友也の態度のこともあるし、やっぱり事実を確かめたい。お母さん、申し訳ないけど協力してくれる？私はもう怯えるわけにはいかなかった。証拠をつかむためにまず動かないといけない。ひとまず母と話し合って計画を立てた。そして入院中の私に代わり、母が友也の暮らしているマンションの様子を見に行ってくれたのだ。すると友也と一緒にマンションに出入りする女性の姿を見つけたのである。その女性は若く派手な身なりで友也とイチャイチャしていた。バッグには堂々とマタニティマークをつけている。母が撮ってくれた証拠写真を見たが、誰がどう見てもカップルのように見えた。やはり関根さんの言っていたことは本当だった。この女性と結婚し、私を捨てるつもりなのだ。怒りを通り越して私は逆に冷静になる。真実がはっきり分かればもう遠慮することはない。私は友也たちに制裁を加えることに決めた。3人の目の前で証拠の写真を見せる。彼らの顔から血の気が引いていった。そんなわけだから勝手に離婚はできないわよ。わかった？私の言葉を都合のいいように解釈したのか、友也が得意げに話す。わかった。お前、なんだかんだ言って離婚したくないんだろ。残念だけど、俺の気持ちはもうお前に向いてないんだ。きっぱり諦めてくれよな。何を言い出すかと思えば、そんなくだらないうぬぼれか。私は笑いをこらえるのに必死だった。バカみたい。あんたのことなんてもうどうでもいいわよ。私が気にしてるのはね、あの約束が守られるかどうか、つまりお金を返済してもらえるのかってことよ。友也はぎょっとする。おい、あのことをここで言うなよ。何よ、あのことって。義母がすかさず友也に問い詰めた。愛人である桃香も何も知らないのかきょとんとした顔をしている。私は結婚前、友也ととある約束をしていた。この人はね、付き合っていた頃ギャンブルにはまっていたのよ。借金を抱えていたけど、頑張って働いて返済する、俺を信じてくれって言うから私が立て替えて結婚したの。友也に恥ずかしいから両親には言わないでくれってお願いされて今まで黙ってたけどね。結婚したら毎月少しずつ返済する約束だったのよ。それがまだ終わってないの。だから全部返してくれるまでは離婚なんてできないわ。はっきりそう言うと友也の表情は絶望に変わっていく。もちろん借用書も用意してある。もはや言い逃れはできないだろう。義母は友也の様子を見て取り乱した。ギャンブルってあんたまだ懲りてなかったの？また借金抱えてたなんて。以前聞いた話だが、友也は学生の頃からギャンブルにはまっていたらしい。当時払えなくなったお金は義母が立て替えていた。その時もうギャンブルはしないと
義両親に誓っていたそうだ。だからバレるわけにはいかず、私に借金したというわけだった。え？また借金って？智也ってお金なかったの？私にはお金があるって散々自慢してたじゃない。桃花も騒ぎ立てる。こうなるともう止まらない。三人は反狂乱になって大声でお互いを罵り合った。もう収拾がつかないと悟った私は彼らに告げる。荷物まとめてくれてありがとう。おかげで手間が省けたわ。私はこんな家にいたくないから実家に戻るけど、早く離婚したかったら誰でもいいから一括で払うことね。そして荷物を母と二人で玄関に運ぶ。再びタクシーを呼ぶとこの場を後にした。実家に戻った私たちのことを父は歓迎してくれた。だが事情を話すとたちまち激怒する。智也君がそんな奴だとは思わなかった。最低な人間じゃないか。こんな話誰が聞いても怒り出すのは当然だった。私たちは直接話をつけてやると怒鳴り、智也のところに行こうとする父をなんとかなだめた。それから一週間後、私のスマホにメールが届く。智也からだった。借金の件で話があるそうで、智也と義母、そして桃花と話し合いをすることになったのである。指定された場所は近くの喫茶店だった。先に行って待っていると三人がやってくる。見事に全員ふてぶてしい顔つきだ。智也は私の横にいる人物を見ると怪訝そうにつぶやいた。誰だよそいつは。私の代わりに隣にいる関根さんが答える。はじめまして、弁護士の関根翔です。関根さんが頭を下げ3人に名刺を渡す。すると目に見えて彼らは萎縮し始めた。これから先の話し合いで必要になると思って呼んだの。第三者がいた方がいいでしょ。きっぱりと話す私に三人は罰が悪そうな顔をする。自分たちの恥ずかしい姿を他人に見られたくないとでも言いたげだった。私はそんな彼らに構わず話を続ける。で、お金は払ってくれるんですか。義母が苦虫を噛みつぶしたような顔で口を開いた。仕方ないわ、智也にはお金がないから私が払うわよ。智也を見るとすっかり小さくなって縮こまっている。もともと貯金をするタイプではなかったので、お金がないのも当然だろう。結婚してから私に返済する時も月々1万円をちびちびと返していたのが関の山だったのだ。それも不妊治療が本格的になってからは途絶えがちだった。お金は義母が私の口座に一括で支払うという。私はすでに記入が済んでいる離婚届をテーブルに載せた。私の欄はもう書いたから、あとはあなたが書いて。口座にお金が入っていることが確認でき次第届けを提出するわ。私を不安そうに見つめる智也。これで離婚してくれるってことか。そうね、あっさりと私は答えた。じゃあ智也の借金もこれでなくなったわけだし、何の障害もなく結婚できるってことね。顔に笑みを浮かべる桃花。もちろんこれで終わりなわけがない。私の次の一言が彼らを奈落の底に突き落とすことになる。それにしても智也はご立派なことね。自分の子供でもないのに育てるつもりだなんて。え？どういうことだよ。キョトンとする智也に対し桃花の顔はどんどん青ざめていく。ちょっと何言ってるのよ。明らかに桃花は慌てていた。その様子を見た私は不敵に笑う。桃花の正体についてはとっくに調べてある。桃花は水商売をしていた。 SNS での彼女のアカウントは
特定済みだ。それによると智也とは桃花の店に行った時に知り合ったようだった。おめでたいことにもうすぐ結婚しますなどと書き込んでいる。だが重要なのはそこではない。私は彼女の裏垢も特定した。そこには今妊娠中の子供は実は結婚相手じゃない他の客の子供ですと書かれていたのだ。その客にはお金がなかったらしい。貧乏人は嫌いだから別のお金持ちの客の子供ということにしてその人と結婚しますと宣言していた。お金持ちの客とは智也のことだ。智也は実家が建設会社を経営しているからお金を持っているんだとよそではいつも威張っていた。桃花が勘違いするのも無理はないだろう。要するに智也のお金に惹かれた桃花は他人の子供を智也との間にできた子だと偽りちゃっかり結婚に持ち込むつもりだったわけだ。事実を知った智也は動転していた。本当なのか桃花。それは黙ってしまう桃花。そこに義母も参戦する。桃花さんどういうこと。智也の子を産んでくれるって言うから私は。桃花はボソボソと言い訳をするが嘘くさいのは一目瞭然だ。三人はたちまち疑心暗鬼に陥りお互いを非難し始めた。まったく情けない。私はすっかり呆れてしまう。義母はなおも青筋を立てて怒鳴り散らした。私は会社の跡継ぎのために若い桃花さんと結婚することを許可したし智也の借金も払うことにしたのよ。妊娠したのが智也の子じゃないならまるで詐欺じゃないの。どういうことなのか説明しなさいよ桃花さん。桃子はうつむいて震えている。そんな中私は静かに言った。まあ桃花さんもひどいことをするなと思いましたけどお母さんだって人のこと言えませんよね。何を言ってるのよ。急に水を向けられた義母がわめく。私は静かにカバンから一枚の写真を取り出した。その途端義母の顔が固まる。写真には義母と義父ではない年配の男性が写っていたのだ。二人は仲良く手を組んでまさにホテルに入るところだった。何これ、母さんどういうこと。今度は智也が義母を問い詰める。これはその何のことはない。義母も浮気をしていたのだ。相手は趣味の社交ダンスで知り合った会社社長。長年の付き合いらしく慣れた様子でイチャイチャしている。これらは智也のことを調べた時に芋づる式に判明したのである。要するにみんなすでに傷があったのだ。三人は醜い罵り合いになった。最低だな母さん、父さん以外の人と浮気するなんて。何言ってるの、あんたに非難されたくないわ。それに元といえばあんたの借金のせいじゃない。負けじと桃花も応戦する。二人とも最低、智也も借金を隠してたし、お母さんも私のことに文句を言う筋合いないですよね。いやいや桃花もだろ、他のやつの子を押し付けるとかありえないだろ。もう収拾がつかなかった。騒がしい三人に向かって静かにするように注意したが、私の言葉は全く耳に入っていないのだ。そんな時、今まで黙っていた関根さんがある用紙を2枚テーブルに置いた。一瞬みんなの動きが止まる。お互いを罵り合うのは後にしてもらいましょう。今回私が来たのは他でもない慰謝料の請求についてです。婚姻中の浮気は立派な不貞行為ですからね。それぞれ田島智也さん、水島桃花さん宛てになります。期日までに振り込んでください。3人は慰謝料が書かれた用紙を見つめた。これって。智也は情けなく顔を崩す。もちろん借金とは別よ、慰謝料も請求するに決まってるじゃない。
笑顔の私に義母が声を振り絞る。この主戦道は当然の権利ですけど。関根さんも私の後に続いた。払えない場合、裁判を起こすことになりますが、過去の判例と照らし合わせると、あなた方が負ける確率が極めて高いと思いますよ。義母の顔がうつむく。友也と桃香も悔しそうに顔を歪めている。そういうことだから、ちゃんとお金が払われたのを見届けてから離婚に応じるわ。じゃあよろしくね。私はそう言って関根さんと共に店を出た。大変でしたね、あんな人たちと関わってしまって。関根さんが慰めの言葉をかけてくれる。本当にそうですね。私は苦笑いすることしかできなかった。その翌週、口座を確認すると入金があった。智也の借金を立て替えた額の残金、智也の分の慰謝料、そして桃香の分の慰謝料。振込人の名前はすべて義母の名前になっていた。おそらくお金のない二人のため仕方なく払ったのだろう。ご苦労なことだ。それから離婚届を提出した。こうして私は晴れて独身に戻ったわけだ。もう智也や義母に会うことはない。あの辛い不妊治療もしなくていいのだ。私は少しずつ元気を取り戻していった。その後、知り合いから聞いた話によると、智也と桃香は別れたようだ。智也は他の男の子供なんて育てられるかと言い、桃香も借金のある人間と結婚なんてまっぴらごめんと捨て台詞を吐いたとのこと。もちろん浮気がバレた義母も義父に見下り犯を突きつけられた。友や友ども家から放り出され、悲惨な暮らしを強いられているらしい。自業自得だ。ちっとも同情できなかった。私はというと、以前と同じ生活を送っている。変わったことといえば、しばらく実家暮らしをしていたのだが、会社が遠くなってしまったので新しく部屋を借りたことぐらいだ。それともう一つ、関根さんとはあれからたまに食事に出かけるようになった。奥さんを亡くしてからというもの、仕事以外ではあまり外に出なくなってしまった関根さん、誰かと食事をするのも久しぶりのようだった。最近部下によく言われるんですよ、明るくなったって。私もです。いろいろな問題が片付いてすっきりしたっていうか、関根さんのおかげです。私は笑顔で言った。すると関根さんは手を振る。そんな、私は大したことはしてませんよ。でもまた何かあったら言ってくださいね。志保さんの力になりたいんです。今度は仕事抜きで。そう言って関根さんは恥ずかしそうにうつむいた。え、それって。私はドキドキしながら関根さんを見つめる。その顔を見て私の胸の中に温かいものが広がった。こんな気持ちは久しぶりだ。嬉しいような、くすぐったいような、変な気がする。思わず笑顔になった私は関根さんと一緒に笑い合った。